変長らくお待たせいたしました。ただいまより NM ネット杯第3回戦の模様をお送りいたします。というわけで、まだちょっとちーちゃがどこなのかが分かっていないんですけれども、はい、配信宅の方の、ご紹介をさせていただきますね。ちーちゃが J ボーイさん、はい、ちーちゃが J ボーイさんとなると、なんちゃがどこなんだ、なんちゃがひまわり、シャーちゃがステージ7、ステージ7かな、で、ペーちゃがみそのクラブさんということになっていると思われます。はい、まあ、今回もね、はい、男3人に囲まれた山田さんということで、まあ、先ほどね、はい、あのクールにバシバシ積もるとかいう、そう、クールに3000の線引き積もするって言ってましたよ。そう、ちょっとよくわからないんですけどクールという言葉が果たして分かっているのかというね、はい、ステージ7いない、はい、ステージ7いない、あれ、ステージ7いない、見間違えました。みそのクラブさん、 J ボーイさん、何これ読めちょっとダメなの、プレイボールさん、プレイボールさん、はい、はい、アサピンさんやらかしました。やらかしてないか失礼しました、失礼しました。アサピンさんがステージ7だと言い張るので、私はステージ7の紙を持ってました。はい、一言も言うてないですけどね、はい、はい、そういえば丸く収まるかなっていう感じかな。はい、ございません。はい、アサピン謝罪はよ謝罪しろよ。そう、入った、プレイボールさん、プレイボールさんがじゃあシャーチャかな、はい、みそのさんがペーチャ、はい、はい、では、そうそう対局開始ですかね、まだ、はい、40分打ち切りですが、40分プラス1局となっております。飛びがありますので、先ほどのように早く終わってしまう可能性がございます。はい、対局の方開始いたしました。ちーちゃが J ボーイさ ん、どちらですかね、これは A さん、はい、んいや、その A じゃないのは違うの、はい、あ、違うの、じゃあドラがパーソーです。もしかしたら、いや、合ってるか、 J ボーイ A さんですね、はい、J ボーイ A さん、井上和也さん、ジャンプがジャンキ流もどき好きな役3色同行ここを見てほしいところ、馬強展開読み、目先の展望にとらわれないところ、目標すごいよ、麻雀を愛する今日のことじゃないからね、もうなんかなんて言うんですか、このそう世界平和みたいな、そう世界平和な感じでね来てますけれども、はい、まあ、そんな、J ボーイの井上さんがちーちゃとなっております。はい、ちょっと若いのにね、うん、若い感じなのにちょっと麻雀を愛する感じで、はい、ね、七夕の短冊に世界平和って書いてそうな、ね、タイプですけど絶対書いてないと思うけどね朝ピン監督はどういう活動をされたのですか。有観富士杯、そ う、そうですね、あの予選の時に池澤さんに、なんか疲れてそうな池澤さんにユンケルをあげましたあったねそれぐらいです、やったことは。あったあったちなみに佐藤さんには何もあげてないです、くれなかった後でなんかちょっと心配して、なんか買いましょうかって言ったら、いいですって、いいですってちょっと拗ねて言って、はい、でありがたい、あの打牌に対してのご指導はいただきました。まあ、ね、あのすごい至極真っ当なことだったのですみませんってそう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 、はい、で今日も、今日もじゃない、今回も、プレイヤーゲストとして、森下監督に更迭された、どうぞマージャン広場の高橋由紀です。はい、よろしくお願いいたします。はい、今リーチかかりましたね、プレイボンさん、スッチワンですかね。はいはい、高めイーペイコーのスッチワンですが、高めスーワンはもう目に見えて残り1枚、はい、チーワンも目に見えて残り2枚、相当枚数的には不安ですが、がしかし誰も持って、あ、1人持ってました、ごめんなさい、はい、T1 が1枚ありましたね残り2枚、意外とあります、ありますね、見た目よりはあります。さて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 、さてここは親の J ボーイさんは慎重に、はい、うん、怖いですけど無理しなかったですね、チューンも泣けたチューンを統一落とししてそうですね、はい、K も切らず慎重です
アサピン、今日の仕事これだけかって。お、お、積もりました。はい、メンタンピン積も、1300-2600の上がりとなりました。今日の仕事はまず名古屋に来ることが仕事ですね。そうなんですか。結構大変ですよ、名古屋に来て帰るの。あ、車か。はい。で、あと設置、あの、この配信環境の設置、まあ僕はほとんどしてないんですが、じゃあ仕事じゃないですね。ほとんど矢野さんと高田君がやってるんですが、ちょっとだけ冷やかし程度の手伝って。はい。こちらは、麻雀エンゼルさんで行われております。私たちはその下の中華料理屋さんから生配信をさせていただいております。はい、トン2曲ゼロ本場、親がひまわりさん、ドラが初です。さあ、みそのクラブさんが赤赤、お、いいですね。いつドラを放つかというところになってきますね、うん、ドラが今、手の内にあるのがみそのクラブさん。これでチートの3点にもなってますが、まあ仕掛けられる範囲じゃ仕掛けたいような形ですけどね。はい、あ、お、ひまわりチームはいいとこ入りましたね。いっぱい、いいシャンテン、いい形になりました、はい、今は何を切った、パワン、パワン切りましたね、はい、うん、一通がやっぱりメインですかね、これは。そうですね、バックグラウンドの音響味があってありがとうございます。あ、おっと、さあ、ここは怒りのリーチか。どうぞ。あれ、怒りのリーチ、怒りのリーチしなかった。まだ怒ってない。なんか 顔が若干怒ってますけど。いやー、ちょっと光の加減じゃないですか。なんかしかめっ面してますけど。もう、まあ親番だからちょっとね、うん、連チャンしたいっていうところはあるでしょうけど。これは優勝したら、優勝プラス、上位何チームかに、11月23日から行われますライバルという雀荘対抗戦の本戦への出場権が与えられます。はい、うん、さあ、みんな初をちょっと持て余してる感じですね。そうですね、初で、はい、みそのクラブさんも初でちょっと手狭になってる感じですね、はい、さて、テンパりました。ドラを切ってダマ、イーピンとトンのシャンポンですかね。トンのみ上がれますが、お、リーチかけた、誰だ。さあ、リーチをかけたのはプレイボールさんですね。そして、山田果歩さんの確実に怒ってる手つきのリーチが入りました。なんと。はいはいはい、リーチピンフードだ。はい、3900の1枚ですかね。そうですね、はい、今のかほちゃんのリーチは、私もリーチいったるでみたいなリーチですね。結構強気な打牌、ね、そう、強気な打牌でしたね。はい、リーチいったるで、怒りの追っかけ。まあね、いや、今はかほちゃんのこの説明はさっき言ったんでちょっとあえて控えさせていただいたんですが、はいはいはい、ちょっとじゃあ次からはきちんと説明します。曲が、進みました、トン3曲ゼロ本場、プレイボールさんの親番です。トラが数層です。こちらが B の方ということで、うん、富田智明さん、ジャンプはスピード型、好きな役はタイヤを、ここを見てほしいところ、とりあえずすべて押します。お、とりあえずすべて押す、うん、いいね。目標は優勝ということで、うん、男らしい、いいですね。怒ってる美人って可愛いよね、うん、私も美人はね、何しても大体可愛いから、怒ってなくても怒ってても、あのね、そういうね、ここ心のね、こもりすぎてる発言は控えた方がいいと思う。いや、だって美人っていう時点でまずね、美しい人じゃない、それは可愛いでしょ。
これだから面食いはやだね、本当に。女性2人を横にしてこの発言ですからね。そうそう、で私たちのは見てないんだよな、確実にね。いや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 、そうそうそう、何をおっしゃいますやら、ね、こんな美人2人と。あ、もう棒読み、棒読みが早く解説して。はい、ドラは風草ドラは風草しか 言えることがなかった。はい、かほちゃんが、いいシャンテン、ひまわりさんがいいシャンテンですね。ジェイボーイさん、ジェイボーイさんが面白い点になってますね。はい、で、ひまわりのかほちゃんがドラドライーシャンテンですね。さあ、イーバンを1打目に切ってるんで、両関係に。はい、リーチ。すごいリーチだな。さあ、怒りのリーチ。9万と数層の、シャンポン家のリーチとなっております。さあ、ビソノクラブさんは探しに行きますが、ジェイボーイさん、リャンゾを引いて、ここは一旦3万、現物の3万。9万がこちらに流れております、うん。さあ、プレイボーズさんもいいシャンテンになりました、パーピンを切ってチーピンが勝負牌になりそうですが、はい、あ、これはリーチだこれはリーチだあ、とりあえずダマにするかもしれないですけど、ごめんなさい。はい、リーチが入りました、はい。こちらのプレイボーズさんの方も、うん、リャンオーソーでのリーチとなります、はい。リャンゾーが今3枚飛びの現物になったところだったんでダマを考えたんですが、はい、っていう感じですね。まあ、あと親ね、上がりレンちゃんなんで、まあ、現物で待つのもありかなっていう感じですけれども、うん、ここは強気にリーチに行きました、はい。まあ、全部押すと全て押しますからね、よく考えたらそうでしたね、はい。うん、お、お、おじゃないな、全然全然おじゃないですが、安牌ありますかね、ノーワン、うん、ノーワンかなり苦しい鬼ですが、本当に渋々っていう感じですね。そうですね。はい、プレイボールさんが、どやん、おお、何何何何、ちょっと、全部押した、全部押したら、うらうら。メンピンツも赤、うらうら、6000オールの、3ピポイントオールになります。言いましょうかも。3ピンオールってなんかさ、朝ピンみたいになってる。3ピン。で、いろいろね、はい、表現も難しいんでね。はい。ちょっとカホちゃんの顔がハネスリーこのカホちゃんの横顔をどう見るか、はい私の街どこ行ったのぐらい。そう、はい、親のレンちゃんとなりますそこで抜きますか抜いてるねだいぶ切れてましたけど、はい、はい、トーン3局一本馬、親プレーボールさんのままです。ドラがまたもや数層でございます。たくひっくり返しそう、ジャンサクチーム優勝めてありがとうございます。ちょっとこのまなみさんにもそう言っといてくださいどこで言うか知らないけど、ね、2人で出てくれる配信とかあればいいんですけど、ね、まあそうですね、なんかあるらしいですけどね。お、あるの、機械を作ってくださるらしいです。やります、やります、やるらしいです。はい、天の声から、優勝記念配信があるとのことです。ちょっと姫のあれなところが多分いっぱいあれなところがね、結構夕刊フジ杯の配信でも、はいはい、ポンコツってバレたっていう話が出てきたんで、はい、そうなんです、まあ、それをね、だいたい麻雀強い人どっか変なんで、そうですね、はい、どっか抜けてる人が多いんで、まあ、バーヤがちょっとうまいこと引っ張り出します。はい、展望状況的にもプレイボールさん5万点オーバー、うん、これはちょっと加点できるとかなり大きいですが、さらに今プレイボールさん赤赤でしたよ。赤赤本当だ。お、ただちょっと手が難しいな、うん、どうしますかね。数層とは一応両面のこと考えると三層とは切っとくと、うっかりチーソー引いたら両面リーチいけるんですが、はい、はい、うっかり、うん、まあ、うっかりですけど、先にチーソー引いたら両面ですし、数層引いてもリーチ打てるかもしれないし、でマンズ伸びたら十分です。はい、このプレーボールさんの親はもうとにかくね、もう流したいと皆さん思ってるでしょう。じゃあもういいんじゃないですか。何これ、はい、リーチが入りました。みそのクラブさんからリーチが入ったかな、これは。さあ3万引いて、ここは現物のウーワン円3万リーチ。
はい、ファーストも通りましたね。はい、うん、上の表記は今までの累計ですかとのことなんですけど、そうなんですかね、今までの累計成績が、累計が出てますね、はい、はい、となるとこれはプレイボールさん、ぜひこれはこのまま加点したいと。なるほど、はい、プレイボールさん結構追い込まれてたんですね。追い込まれてる、追い込まれてるって変ですよ。追い込まれてるってあれですね。天の声あそこから聞こえてんだよ。うん、めっちゃ上見てる。そう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 。さあ、ジェイボーイさんはチーソー。はい。だいぶ現物がなさそうな。違うな。そうですね。うん。4桁表記って珍しいよね。これはどんな感じなんですか、サピンさん、この4桁表記。これはですね、はい、ちょっと、なんていうか説明しづらいんですが、なんて言えばいいんだろうな。あ、そうですね、説明しづらいんで、まあ、ここまでの評価というと、はい、評価です。天の声が評、ここまでの評価ということ。ラッキーポイントがあるんですね。はい、うん、まあちょっと、うん、そうですね、まあ、マイナス130ぐらいってことですね、あのポイントに直すと、はいはい、まあこんぐらい勝ってるよ、こんぐらい負けてるよみたいな感じで目安で見ていただければと思います。よろしくお願いします。あ、さあ追いついたが、追いつきましたが、 J ボーイさん、さあどうする、いけるか。一応ね、スーワンもリャンワンも打ちやすいんですが、リャンワンを切ってダマ、ダマ、そうですね、町が同じ3万町ですね、うん、まあ、一応このままリーチでどちらもションパイだったんで、リャンワン9層っていうのも考えたと思うんですけど、はい、3色の振り替わりとかもあるのし、あるし安全に行きたかったっていうのと、ただ3万がもうすでに山にはないので、出ない限りはこのまま流局濃厚となりますね。はい、カコちゃんもチートイツ貼ってるんですね。チートイツ貼ってるね。なんとチートイツテンパってる。怒り市は怒り市、怒り市なかった、はい。こちらが、みそのクラブ J ボーイ、ひまわりの3人転配となります。さすがにカリーチはできないな、あれは投票の賛同でしたね。はい、こちら上がりレンちゃんなので曲が進みます。親がみそのクラブさん、トン4曲、1本馬、あ、2本馬か、2本馬ですね。京卓が1本、ドラがチーピンとなります。まあね、親が相当、親じゃないな、ごめんなさい、トップ目がもう相当離れちゃってるんで、はい、ポイント持ってるチームはもう2着をやっぱり狙いに行くとは思いますけどね。もうグラグラになると、まあ、自分が2着だって相方トップ取ってくれたらもうそれでも十分なんで、やっぱり、しかももうペイの仕掛けが入りましたね。はい、でこちら、みそのクラブの、選手の方なんですが、工藤さんという方で、はい、ジャンプがアナログ、まあ、ちなみに相方の方はデジタルって書いてあるんですけど、デジタルは悪そうですけど大丈夫ですか。で、好きな役はリーチで、ここを見てほしいのが捨て牌の手順、捨て牌の手順、はい、目標は優勝ということで、うん、はい、よろしくお願いします。やっぱ皆さん優勝って目標が多いですね、はい、いいと思います。さあ、ペイをポンしている、こちらトップ名、プレイボールさん、本一のイーシャンテン、うん、はい、あ、お、あ、まだイーシャンテンか、まだイーシャンテンですね、はい、イーシャンテンどころか、リャンシャンテンでした、ごめんなさい。はい、赤引いてきて広い、いい感じになりました。うん、おお、これは強い。これは強いな。強い、これは。あ、ローマン。うん、おー、まあ今そうですね、連続切りの最中で出なかったですけども、これはちょっと止まりようがないですね。まだ。これは強いですね。まだバンズも余ってないですし。はい、ただ老朽マンはあまりないんですよね。山に、あ、1、2、3。見づらいのこれ、サロマンが出ない。 山に4枚ありますか、まだ。なんと4枚ありますか。
意外にあるんですよ。ひまわりさん何短期で天杯ほう、みそのコラボさんがね3色買っちゃうと危ないですね、うん、危ないですね。あーすごい降りたな、うん、ローアン出なくなりましたね、うん、これはもう危ないということで、うん、はい。さあマンズも余っていよいよ危ない。あーローマンが出ました。みそのクラブさんの豊穣となります。8000点の上がりとなりました。これは加点しましたね。はい、まあこれも親でね、もう3色テンパ出ましたしね、しょうがないですよね、はい、強いですね。はい、難入します。はい、難1曲ゼロ本場、親が J ボーイさんです。ドラがウーマンです。これはもうトップが6万点オーバーしてますから、もう2着狙いとなってきます ね、 そうですね。よっぽど親でハネマンとか積もれるとまた変わってきますけど。そうですね、ただ上がりなんちゃんだから難しいですよね、はい、ここから1曲1曲が大切となってきます。さて、ウーマンがまだ手配にあるのが、J ボーイさんだけということになりますね、はい、赤もまだ出てきてない。はい、ドア表示がちょっとウーピンになってますが、ウーマンですね本当だ、うん、そのうち治ることでしょう。はい、はい、治りました。はい、はい、ありがとうございます。ね、ひまわり山田さん影薄いですけど、これあれですか、さっきも言ってた、はい、つまらない貧乏なんですよってやつですよね、さっき言ってた多分今の全く悪意ないからね。さあ J ボーイさん数番引いてジャンド切り、ソノさんも、まあ、老朽ピンは固定しつつちょっと多発変化させたいとこですけど。そうですね、じゃあね、9番、さあこれで1通の方の変化を残して数ピン切りと。はい、お、J ボーイさんいい形になってきました。いいシャンテン、ちょっと全体的に今日じゃないこの曲手が重いですよね。そうですね、サクサクとはいかなそうですが、そうそう持ってきて、つもり残像切ってますからね、はい、ちょっと、はい、さあこれ同期ワンを雀頭に固定。はい、珍しく、うん、誰も張らない、なんかそう速攻リーチとか怒りリーチが来ないっていう、うん、もうすぐかもうすぐかって思ってるんですけど、なかなかいいシャンペンからが動かないですね。ちょっとプレイボールさんはこの曲厳しそうですけどね。さあなんかマンドを引いたぞ、隠したぞ何を引いた、パワー、はい、まあね、ウッパーワンに受けることもありますし、そうですね、はい、うん、もどかしいですね。おっと、ここは J ボーイさん仕掛けて3色の天杯ペンチーワン、はい、3色ドライチ、やっぱり上がりレンちゃんですからね、はい、こういうのはきちんと、うーん、おっと、おさあウーマンもつもぎります。そして怒りのリーチ、怒りですね今のはね、全部怒りって、はい、一巡前に打たれて怒りのリーチですね今のタイミングみたいな、そう間に合ってんじゃんみたいな。はい、で赤馬がここに来てしまいました。うわー、これはローキューピンだいぶ強いセーフ、ローキューピンカンチーマンヤンマン、そういやー、ローキューピンこれ2枚キューピンいるんじゃないの、なんで嬉しそうに、楽しそうに前のあ、詰まった、お、イカリーチ、早い早いめくるの。リズモドライチ、1200、あ、ごめんなさい、1326の、1本番
一本場は、一本場ではない。ない。ないか。はい。一ラッキーポイントオーブン。一ラッキーポイントオーブン。もうめちゃくちゃ。あ、嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。これね。さっきとのギャップ。さっきギャップ。もう、笑顔、そう、笑顔ね。すまへんみたいな。そう。どうもみたいな。こういう時に内心何を思ってるのか知りたいんだよね、こういう可愛い子は。え、何を思ってるの？イエイイエイって思ってるのか、ほれ見ようって思ってるのか、どっちなんだろうねって思って。ドラのウーマンじゃなかったことをちょっと、あー、って思ってると思うんですよ。なるほどね、ドラじゃねえのかよみたいな。まあまあ、まず、まずかな。悪意はないです。ほれ見ろ、ほれ見ろ、でもほれ見ろっていうのはうちのおばさんの口癖なんですおばさん、うん、うちのおばさんかっこ佐藤と全く同じ声してる口の悪いおばさんがいて、はそのおばさんがほれ見ろっていうのが、ちなみに愛理ちゃんはこういう時の表情何を持ってるんですか？うん、上がってよかったって、みんな知ってる、はい、小山はひまわりさん何の2曲ドラがいいピン、はい、はい、大事なことなので2回言いましょう。はい、すみませんすみません。皆さん手が統一とかそうですね、みそのクラブさんがドラが統一で持たれてると、うん、お、J-Boyさんがアンク系、これ黒かリアンシャンテン、うん、スタンのリアンシャンテンまあでもなんかリアンワン誰も持ってないぞっていう皮になってますね、これ綺麗に綺麗に誰も持ってないぞっていう皮になってますけど、そうですねはい、ひまわりさんが仕掛けました、はい、パーソーのチーから言ってチーピンパーピン、うん、まあパーソー3枚4枚目かいい、ね、そうですね、はい、緊急対応ということでいい仕掛けです、うん、さすがにウーピンチーして観音ピンとかそんなことはしなかったですねするんですか、まああの泣きでもね、ラッキーポイント作るだったら意外と全然感しなかったんですね、しないですね、ドラを増やさないスタイル、うん、目立ちたくない、いやでもこれあれですよね、でも薬満狙いだったらいらないですもんね、うん、まあでもツモが1回増えるってことは大きいですけどね、普段とあと、まあこのロールだとラッキーポイントがあるから増えた方がいいですよね、薬満、薬満プラスラあるありますよね、ありますあります、はい、さあ、みそのクラブさんは本一ドラが固まってるから結構あ、あ、あタイヤオタイヤオ1500点の上がりとなります、ひまわりチームの山田加穂さん、目論見通りの親の連ちゃんといったところでしょうか、何の2曲1本ばドラがトンとなります後ろで何か行われてますけど、まあ気にせず、はい、なんかされてますねはい、先生が勝負師の顔になってきた、うん、ちょっと自分に寄ってますね今、伝えときます、はい、いいんですか伝えて後で言いますよ、いやだいたいね上がれると自分に寄ってくるんですよ、そうなんですか、多分酔います、酔わないです、アサピンさんがそうだだけですよ、うん、多分そう、うちら酔わない、そう、うんうん、またまた謙虚なんで、うん、そう謙虚謙虚、あ、剥がれてよかったってね、絶対思ってないな、いや、なんでこっちにカメラ来たのかわかんないんですけど、わかんない、はい、戻して戻してよし戻った、はい、はい、そうですね、ちょっとこれ時間切れ濃厚なのか、ただプラス1曲がありますんで、はい、連チャンがそこまで続かなければそのまま終わりそうな感じもします、そうですね、まあまだ13分あります、はいはい、さあ J ボーイさんドラを切らない、あ、エセジャンキリュウ、コメントいいところに気づきましたね、みそのクラブさんが飛ぶ可能性があるんですね、これあ、ほんとだ、2900点だ、ごめんなさいね、なかなかやっぱり競技麻雀の解説とかばっかりしてると飛びに気づきにくくなっちゃう、そうなんですよね、あんまりね、じゃあ難しいんですね、結構勉強、うん、4000オールでもう2着狙うか、それともはいはいはい、うん、あ、ちょっと決
ましたので、ちょっと高橋ゆきプロが再び更迭されます。更迭じゃない、じゃあチェンジします。時間通信だ、いい、じゃあプレイヤーズ解説でお越しいただきました。ちょっと2人まとめて座っちゃったんで1人ずつ行こうと思ったのに、じゃあ自己紹介の方どうぞ。自己紹介の方どうぞ。どの説明でいい？日本のオーナーでいい？いや、日本プロマージャン連盟でいいよ。日本プロマージャン連盟29期ですね。小野です、よろしくお願いします。はい、小野プロです、よろしくお願いします。はい、続きましてどうぞ。映ってないし、映ってないよ。声張ってね、声張ってね。はじめまして、はじめましてじゃないよ。あれ去年も来たやん。日本プロ麻雀連盟、中部本部所属の鈴木雄介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、なんかね、いろいろ起こりましたけど、はい、何が起こったの。いや、トンタンキのチートにテンパってる中でミスノクラブさんがペン3番の3色突っ込みましたよ今。へぇ、2004戦、はい、飛びすんから。いや、山田さんトンタンキのドア短期のチートを貼ってて、怒り一、ちょっとエセジャンキリュって自分で書いてらっしゃる、うん、あの J ボーイさんが、はいはいはい、ドアのトンをずっとイーシャンテに抱えてて危なかったんですけど、はいはい、テンパまで切れないんでジャンキリュだと。そうかそうかそうか、はい、ジャンキリュモドキって書いてました、はい、ごめんなさい、エセじゃない、すみません、失礼しました。ちゃんと謝罪して本当に、はい、大丈夫。モドキって書かれてたそうです、ご自分で、はい、エセではなかったですね。ギャンガル来たらアウト。そうそうそう、テンパでまで切れないっていう制約があるんで。はい、曲が進みます。南三曲ゼロ本場、親がプレーボールさん、ドラがリャンピンです。というわけで、はい、どうでしたお二人は。2万4000というのを振り込んだ回がありました。止まらなかったですか。ちょっとね、ちょっと相方に申し訳ないんで、もうちょっと頑張ります。はい、ゆうすけさんは1万8000点補充しました。おあんたら大丈夫だ。あれ、隣ゆうすけさんだったの。1万8000点補充した。はい、そうです。リーチチートイ赤ドラドラの運搬短期に見事に、おお、はい、狙い撃ちました、ね、なんだ、ちょっと高橋更迭したんだけど、結局こういう結果か。そっか、ちょっとプロ連中はもしかしたら不甲斐ない結果になってる可能性が、うん。で、次が配信宅。はい、なの、2人とも。なんと、お、みそのさんがすごいいい手になってますが、はい、お、ペンチーワンの方残しましたね。今、タンヤオンなるカン3番じゃなくてペンチーワンの方残してきましたよ。なるほど、ちょっとひねってますね。的にはだいぶ点数欲しい。そうなんですよ、プロを沈めると何かご褒美はありません。そしてなんかよくわからないんですけど、手役一筋鈴木雄介っていう、なんかそれだけのコメントが来てます。手役一筋。ありがとうございます。なんかの、なんかそういうのあるよね。なんか、そう、今ペンチは黙りました。そして黙りましたね。これ会議したいんですかね。数ワン宣言杯になるの嫌で。あ、カーカーですけど。あ、つなぎリーチ。カラギリ味噌のコラボさんのリーチになります。かけました。数ワン宣言杯にしたくなかったでしょうね。はい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 。さあ、チーワン一発で持ってきた。で、このチーワンが危ないんですよ。あ、ほんとだ。結構入り目によっては自然に出ちゃうんで、打つ牌もないですもんね。キーワンパーは外しちゃってもよかったような気もしますけど。でもやっぱりなんかあの Q1、U1 って切ってる人がいるから、それの情報頼りにベンチーワンしたんじゃないですかね。換算ワンだと固められてるから。あ、チーワンが出てしまいました。味噌のクラブさんの上がりです。リーチ、うわー、強烈。リーチ、でかいですか、ね、リーチ赤赤うらうら、8000の上がり、8000と、なんだ、ラッキー 3ポイント4ポイント4ポイント4ポイントの上がりとなります。一気に復活しましたね。おー、2曲でね、満貫満貫、しかもこれがあるからすごいですね。素晴らしい。7枚今のは積もりたかった、はい、うん、積もりたかった。これは積もるとでかい。そうだね、ペンチーワンに受けに行ってる時点でもう割と、まあ、出上がりも込みでいけるとは思いますけどね。はい、はい、オーラスです。南四曲ゼロ本場、親がみそのクラブさん、トラが三品となります。あ、振ったプレイボーイさんもね、全然もうあの親でカッパギの純ちゃんイーペーコー天敗ですし、全く全然後悔してないと思いますけどね、これでトップ逃すかというと、そんなに逃すような点差でもないです。そうですね、あのプレイボーイさんトータルは相当厳しそうですね、うん、はい、やっぱり稼ぎたかったと思いますよ、あれは。そ
さあ、みそのさん、お、これは高くしに行く手順ですね。違うな、みそのさんじゃなかった、ごめんなさい。 J ボーイさんが仕掛けましたか。これかな、 J ボーイさんですね、はい、打点がいりますから、ね、打点いりますか、まあ、ちょっと打点欲しい感じのボーナスですね、これ上まで、2着まで、あ、2着まで満貫か、ヤクヤク本一、こんな感じの。さて、あ、これでソーズが、はい、時間制限あります。40分プラス1曲となります。ただ上がり連チャンですので、形式転廃もございませんし、ちょっとどうでしょうかというところですね。転廃しなかったら、まあ転廃料がもらえない、そして連チャンもできないと、そんな形になります。 J ボーイさんはヤクヤク本一の、あ、三蔵、いい三蔵投げだ、あお、これは、うん、急走狙い、急走はスルーしますか。親はみそのクラブさんです。どうでしょうね、まあ急走積もっちゃったらしょうがないですけど、あ、これ一通の方で確定ですね、はい、はい、満貫の確定の方、満貫の確定となります。完走の転廃が入りました。出れば3着、そうですね、出所によれば。同点の場合ってどうなりますか。同点の場合は上茶優先ですか、ね、上茶優先ですか、そうですね、はい、3着に上がります。なるほど、風草はでもたくさん山に生きてますね、風草が。さあ、みそのクラブさん、いい風草のリーチ。さて、ぶつかりましたね。うん、まあもう、まあ、オラスですからね。はい、J ボーイさん降りることってなさそうですからね、これはさすがに。数万、カンコッタ。カンコッタ。さあ、打てる牌が、まあ3万が一番安全でしょうかね、この川だと。自分の目から数ワン4枚で、ヤンワンも切ってるリーチなんで、3ワンが一番安全だと思いますけど。ジャンサクチームは出てません。というより他の牌が全て危ない、3ワン牌。スピンが4枚並んだ。悲しっす。イーソー、イースーソーの三蔵が先切り気味に合わせた感じになって。はい、ひまわりチームも仕掛けました。町がイースーピン、スーピンの肩上がりとなります。違う？まだ、はい、まだ天パイじゃないですか。シャンテン？ごめん。あー、これはしょうがない。しょうがない。あー、これで天パイ、スッチーソー。さあ、あーっと、スッチーソー。これは怒りのローン、怒りのローン。はい、ひまわりチームが、1000点、2着を確保しました。お、ドヤ、ドヤの顔してる、ドヤでしたね、今ドヤ顔してました。これによりまして対局が終了しました。トップがプレイボールさん、2着がひまわりさん、3着に、J ボーイさんでいいのかな、違うかな、3着がみそのクラブさんですね、はい、4着に J ボーイさんです。さて、カホさんがずっと抜かれてますけど、うん、本人自覚あるでしょうか。はい、カメラの方戻ってまいりました。はい、小野プロと鈴木祐介プロです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、宝珠コンビということでコメントがいただいてます。カメラあっちです。はい、次配信卓ということ で、 で、ね、まあ、いい対局を期待しておりますので、はい、お二人ともが配信卓、そうです、あ、もうバトル感じの、はい、バトル、フランキーさんと、フォアロンさん、フォアロンさんで、はい、そうですね。どうでしたか、今の対局ちょこっと見てて。テンポが速いですね、やっぱり、うん、速いです、はい、やっぱ皆さん雀荘経験、まあ、雀荘のメンバーっていうこともあって、やっぱりいいテンポで打たれてるんで、すごいなと思いましたから。はい、小野くんは、小野プロは、小野くんはって何なんだろう、よくわかんないな、私も。どうでした、何今の対局の、対局について。あ、いや、みんなしっかり打てていると思います。今、選手の方が下に降りました。はい、はい、あ、じゃあ来ましたので、じゃあお二人はありがとうございました。また後ほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあどうぞ。
はい、ではそれではトップの、プレイボールさんの方からお願いします。どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、あのリャンウーソーツモの裏裏、そうですね、あれは気持ちよかったですね。一旦ダマで待っとくかなと思ったんですけど、はい、結構3枚枯れてるんで、はい、でもまあ、3枚とリャン枚、野鳥3枚飛んでるし、誰も合わせてこないと思ったから、まあ、一番、はい、あれが一番全て押します。全て押します。何も押してなかったかっこよかったです。最後のチーマンの補充もなんか役もできちゃってしょうがないと思うんですけど、そうですよね、はい、なんか結構ちゃんびっくりしました。でもあれも自分もテンパイですし、あ、もっとかなんか点数取りたいところそうですね、なんか、はい、はい、プレボールさんは金山駅南口から徒歩10分、はい、これなんて読むの、沢上の交差点のそば、うん、そばね、ちょっと入っていくところで、そうですね、うん、はい、私も一回ゲスト行かせていただいたんですけど、綺麗なお店で明るくて、そうですね、はい、学生がみんな多い感じの元気のあるお店ですもんね、はい、はい、で今のイベントとしては新規のご来店のお客様に1日無料券2枚申請、19時以降開始のゲームで最初に3連勝されたお客様に3000ポイント申請と、結構、そうですね、面白いイベントをされて、還元率もなかなか高いお店なので、はい、よかった。わかりました。それでは最終戦になるのかな、もう。そうですね。次が最終戦です、ね。はい。最終戦の方法、あちらのカメラに向かって結構コメント来てるんで、言ってください。どうぞ。そうですね。今ポイント的にも結構マイナスが多いんで、最後もでっかいトップ取って。できれば優勝、できれば4位以内に入りたいと思ってます。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、プレーボールさんでした。どうぞ。続きまして、怒り市、怒りつぼをされていた、山田果歩先生でございます。はい、麻雀ひまわりさん、よろしくお願いいたします。完全にもう手つきがもう、手つき、顔。顔がやばかったな。顔がやばかったですか？その6000オールの2枚っていうのを積まれた時の顔がやばかった。映されてました。はいはい、あのね、結構抜かれてたからね。本当ですか？帰ってみるといいよ。マジかよって、やっぱやばそう思ったんだよ。マジかよ。その後なんか2曲ぐらい連続で上がった時はちょっと自分に寄ってるような顔、はい、ドヤ顔で、ドヤ顔してた。そう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 。めっちゃはい、じゃあちょっと私読みますね。前田ひまりさん、はい、名古屋駅東口からスパイラルタワーを目指して歩いてください。そのままスパイラルタワーを正面にして左手の通り錦織通りをそのまままっすぐとんかつ屋さんの2階になりますと。はい、そのその宮古地下街抜けて、あ、そうですね、上上がってもいいんだもんね。本当に奥の出口を出ていただいて、はい、もう少し進んでいただくと、はい、見えてくると思います。そうですね。じゃあ、あのペンチーマン、あ、ごめんなさい、はい、どうぞ。ペンチーマン、あ、ペンチーマン危なくなかったですか？危なかったね、危なかった。一瞬持ったんですけど、シャア、やっぱりシャアにしようって思っていたとこと、あ、ちょっともうシャアしゃべりさせて。トーンのあのチートどうでした？あれ、あ、あれめちゃくちゃ上がりそうだったんですよ。ですよね。ただその、Jボーイさん、あのご自分で、はい、ジャンキ流風みたいなことを伝えてるんですけど、 Jボーイさんがイーシャンテンでドラを1枚浮いてる状態で、なるほど、じゃ あれもちょっとあのでもカイメイさんから出上がりたくなかったんで、あ、なるほど、もう飛ばして終わりたくなかったと。もうトップ行こうって思ったあそこからトップ上なんだったんで、ちょっとはい、そっか、はい、すいません。いや、分かった、ごめん。ちょっと読むのがちょっと時間かかるんで、女性スタッフがたくさんいるんだよね、そりゃそうだ。で、不計算なしルールです。ジャンサクカップの予選大会を7月24日に行いますので、皆様の参戦をお待ちしています。はい、お願いします。かほちゃんはいるの、その日？いや、私は、エンゼル所属なので、はい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 、ちょっと、はい、じゃあ心の中で応援してる感じだね。はい、そうです。はい、わかりました。じゃあ最終戦も打たれると思うんですが、じゃあ、はい、あちらのカメラに向かって今ちょっと、はい、三茶二茶二茶と来てるので、そうか、トップじゃなかったんだね。あ、そうなんです、うん、頑張ったんですけど、はい、最後トップ一回取って、うん、はい、はい、締めたいと思います。はい、締めてください、はい、じゃあ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ひまわりさんでした。続きまして、みそのクラブさんかな、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、いやギリギリのところから復活してもう飛びそうでした、はい、うん、ペンチワン、あの、換算ワンとペンチワンの俺、ペンチワン残したやつっていうのはやっぱりあの、Q1、U1 とかそんなキリのやつを見て、あ、そうですね、あ、なるほど、やはり読みが鋭いですね。一巡、まあ、あの
戻しっていうとあれですけど、その戻引っ掛けにならないように一巡待って、まあ、空切りまではまた別のイメージして、そうですね、戻引っ掛けにならないように一巡回してリーチしました。はい、はいはい、ありがとうございます。そして味噌のクラブさんなんですけど、もうね老舗ですからね、はい、伏見駅6番出口徒歩5分もう分かんなかったら電話してよっていうね、はい、はい、お一人様大歓迎、フリードリンク付き駐車場完備ということで、そうですね、はい、皆様ぜひ遊びに行ってみてください。このアナログデジタルのこのぶつかりについてはどうなんですか？大丈夫、仲いいですか？仲いいです、仲いいですか？あ、大丈夫ですか？はい、喧嘩してるのかなって話なんですけど、そう、大丈夫なのかなっていう、あ、全く問題ない、わかりました、はい、はい、じゃあそれでは最終戦ちょっともうぜひ頑張っていただきたいんですけど、あちらのカメラに向かってぜひ抱負の方をお願いいたします。まあ、今まで2茶2茶3茶ときましたので、まあ、最後は気持ちよくトップ取りたいです。はい、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。味噌のクラブさんでした。それでは最後に J ボーイさんよろしくお願いします。今日浜松からいらっしゃるんですか？そうです、お疲れ様でございます。どうでしたか？いやもう僕だけノーホラーなんで、あまあでもあのトーンも結構ずっと前から当たりだったんですよ、あのゾアガトーン。あ、そうなんですか、はい、あもういつ出るかと思ってヒヤヒヤしながら見てたんですけど、まあ切るつもりはなかったですよ、ローカン時にトンタン切り、最終的にどうなったの？トンタン、どうやってもトーンは切らないつもり、はい、あ、なるほど、なるほど。ちょっとお店の紹介させていただきます、はい、3店舗あるんですよね、私も実は知ってるんですけど、浜松店が、浜松駅から車で15分、岩田店が、岩田駅から車で5分、浜松町中 FC 店が、浜松モール街の中にある、はい、浜松駅から徒歩5分、PR として勝ち負けよりも内容までの楽しさを伝えるために努力していますということですね。でイベントは J ボーイカップジャックポットなの、まあ、あとは書いてないですけど、はい、まあ、新規のお客様には、はい、まあ、2回目からの来店で、まあ、10ゲームサービス券を、まあ、10ゲーム、新規のお客様を紹介していただいた方にも10ゲームなんですけど、はい、10ゲーム、10ゲームみたいな、これ結構大きいですね。なるほど、そっか、すごいですね。なんか私、J ボーイの方で、まあ、何か知ってるんですけど、はい、皆さん強いですよね。そう、誰のことを言ってるんですか。いやそっか、いやいやいや、まあ、プロで活動してる、ね、そうとか、まあ、あと普通の一般の方とかで勤務されてる方も知ってるんですけど、みんな強いなっていうイメージがあるんですけど、それでもやっぱ遊びに行きやすいお店ですよね。そうですね、はい、やっぱりまあ、やっぱ勝ち負けであるとやっぱギスギスしたりとかあると思うんですけど、そういったのは一切ない、はい、うん、まあ、勝っても負けてもみんな笑顔、はい、あ、いいですね、笑顔ですか、いつも。そうですね大丈夫ですか、カメラ大丈夫です、大丈夫、はい、イケメンやないかってもうコメント来てるんで、なるほどですか、はい、イケメンですね、いえじゃあそれでは最終戦あると思うんですけれども、後方あちらに向かって何か、あれですか、あ、はい、あれです、去年が、まあ、チーム戦も個人戦も優勝っていう、はい、肩書きを持って今年挑んで、なんか相方は今3ラス中なんで、下手したらまあ18チーム中最下位を逆ですか、可能性はあるので、もう、はい、赤っ端みたいな、いえいえいえ、まあでも去年よりもまあ仲良くなった他の店舗の方々とか、はいはい、と、まあ、同卓して麻雀を打つことが今日とても楽しいので、あ、やっぱりね、まあ、さっきの楽しさを伝えるためってもうその通りですね、本当ね、まあ、最終戦も楽しんで、はい、できればトップを目指したいと思います、はいはいはい、あと相方応援してます、はい、わかりました、ありがとうございました、はい、J ボーイさんでした。どうぞ、あちらにどうぞ。じゃあ皆さん上の方に行っていただいて構いません、よろしくお願いいたします。はい、ということで、残りは最終戦となりますが、すね、一旦ここで CM ですかね、まだ。何も指示来てないけどね。まあ、普通指示なかった CM ですからね。あ、そう。はい。じゃあいいよ。じゃあ、こちらで CM に入らせていただきます。はい、それではこちらをどうぞ。